こんにちは、南原です。今日はですね、ちょっと面白いものを見つけたんで、豊潤サジー、これ鉄分とかリンゴ酸とかビタミン C とかベータカロチンとかもとにかく何でも入っちゃう。まあ何でもって言うとちょっと言い過ぎかもしれないけど、これなんでこんなに栄養があるかっていうとですね、僕が昔よく言ってたモンゴルの朝市とか行くとですね、なんと氷点下マイナス30度とかで、みかんで釘が打てるぐらい、カチカチにみかんが凍ってるぐらい。夏もですね、すごい紫外線が強くて、まあそんなところでできてる植物。まあこの植物から取ったジュース。なので、めちゃめちゃ栄養価が高いんですね。まあ今、いろんなジュースが流行ってるけど、ぜひ皆さん、このジュースも一度試してみてください。じゃあ。